どうもこんにちは。今回はですね、スペースバトルシップヤマト、自社版宇宙戦艦ヤマトについて、いろいろ語っていきたいなと思います。よろしくお願いします。まずですね、結論じゃないですけども、数あるヤマトシリーズの中で、実写版宇宙戦艦ヤマトが僕の中でどんな位置かと言いますと、まあ賛否両論ありますよね、この映画ですけども。僕の中ではですね、ヤマトシリーズの入門編とか、まあ、初心者向けに当たる映画なのかなって思ってます。沼への第一歩、ようこそ地獄へって感じですね。なぜかと言いますと、この実写版宇宙戦艦ヤマト、ヤマトシリーズの魅力が結構効率よく詰まっている印象で、それに加えて、木村拓哉さんが古代進む役で主人公ということで、誰でもどんな人でも入りやすいんじゃないかなっていうのがまず一つですね。逆にですね、木村拓哉さんが古代進む役で主人公ということで、反感を覚える方も結構多かったんじゃないかなって思います。反感を覚える方の気持ちも、わかります。オリジナルの宇宙戦艦ヤマトを知ってるからこそ、キムタクが主人公っていうことがもう違和感でしかなかったり、その他もろもろのキャスティングが、違和感でしかなかったっていう感想を抱く方が多かったっていうのも、理解できます。ただですね、リアルタイムでの、宇宙戦艦ヤマト当時の熱気とかを知らなかったり、そんなにいけすかない、このブイブイ言ってた頃のキムタクを知らない僕らの世代にとってはですね、フラットな気持ちで見れて、こんな宇宙戦艦ヤマトがあってもいいんじゃないかなっていう感想を持つ方も多かったのも事実ですね。僕はですね、いけすかないキムタクは、あんまり知らないんですけれども、唯一知ってるのが古畑任三郎に出てきた科学者役のキムタクですね。唯一古畑にビンタされるっていうね、いけすかないなって思いましたけど、演技ですからね、あれキムタクなりの。木村拓哉さんは演技が上手い下手って結構両極端に分かれている方だと思うんですけど、僕はですね、その木村拓哉さんは、演技は上手いと思います。演技は上手いと思うんですけど、そのキムタクっていう木村拓哉さんがキムタクっていう役を演じつつ、さらに、プラスアルファで配役された、役の、性格を加えていくっていう、手法で演技をされているので、そこで演技がワンパターンだとか言われてしまうのかなと思います。ただですね、感情の変化とかを表現する演技は本当にうまいと思います。でですね、僕は黒木メイサさんが演じる森ゆきもかなり良かったと思ってます。なぜかと言いますとね、レーダー員より必然的に古代と話す場面が増えるんですね。航空隊は同じ戦闘班に属しているので、それに加えて戦闘にも航空隊なので、参加できるので、物語の中核に組み込まれやすいんですよね。その原作とかアニメ版では、なんで森ゆきレーダー員なのに白兵戦に入ってくるのっていう疑問が、多々ありますよね。レーダー要員はヤマトにこもっとけばいいのにって思っちゃいますよね。だから航空隊っていう配役は本当に自然な流れで良かったと思います。今になってですね、沢尻エリカさんじゃなくてマジで良かったなと、これは誰もが思ってると思うんですけど、でですね、これはもう満場一致だと思うんですけど、柳葉さんが演じる真田さん、これはもう完璧でしたね。で、唯一イメージが微動だにしなくて、もうリアル真田さんでしたね。一つ強いて一つ挙げるとすれば、斎藤が死んだ後に撃たれに行ったように見えるシーンですね。これ斎藤っつってボボボボンって撃たれて、でニヤってして死んでいくんですけども、なんで斎藤が守ったのに、ちょっとあれ下手したら即死だったりしたら自爆できないですからね。あそこちょっとニヤってするのが欲しかったんでしょうね。で、配役については以上なんですけども、CG に関してはもう文句がないですね。これも白組、日本が代表する CG チームといいますか、白組さすがって感じですね。で、ガミラスについてなんですけど、で、時間的な制約を考えたら、ガミラス側の人間ドラマを描いている暇はないと思うので、取捨選択で、これはもう仕方がないと思います。で、ガミラス側のドラマを描かないことによって、戦争の悲惨さとか、そういう重みはちょっと
オリジナルよりはかなり薄れてしまう部分はあったんですけど、絶望の中の希望を掴んでいくっていう、そのメッセージ性は良かったと思います。でですね、ちょっと話は戻るんですけど、実写版宇宙戦艦で僕が好きな部分を挙げますと、絶望と希望の描き方がオリジナルを凌駕している部分があったり、ヤマトっていう名前の意味ですね、なんでヤマトっていう名前なのかっていう部分にかなり、力強く描かれているという部分が、いいと思ってます。でこれはですね、同じく山崎監督が手がかれた、アルキメデスの対戦でもちょっと見られた部分 でアルキメデスの対戦ではですね、これちょっとネタバレになるんで、戻って見てない方は戻ってほしいんですけども、戦艦ヤマトが、沈むことによって決定的な敗北感を国民に与える、敗戦のシンボルとして、ヤマトという名前が命名されるっていう、場面がありまして、でですね、これが実写版宇宙戦艦ヤマトではですね、沖田艦長のセリフなんですけど、人類は、絶望の中で死んでいくのではなく、希望を持ったまま死ぬことができるっていうセリフがありまして、もともとヤマトはですね、地球から脱出するための、船として建造されてたんですけど、イスカンダルからその技術供与されて、イスカンダルに行って放射能除去装置を取ってくるっていう使命を、与えられて、新しくその探査船として、探査船っていうか、脱出船ではなく希望の船として出ていくことになるんですよね。でですね、これが戦艦ヤマトにちょっと通ずる部分があって、戦艦ヤマトは、沖縄に向かって、米軍に占領されている沖縄を、艦砲射撃で、解放するっていうのが、最後の、希望だったんですけども、それが、無念、果たせなかった無念を持ちつつ沈んでいったわけですけども、宇宙戦艦に生まれ変わって今度は地球のためにイスカンダルに向かうっていう、そういう、根本的なテーマの部分をですね、実写版宇宙戦艦ヤマトはかなり丁寧に描かれていたなと、僕は思ってます。で、絶望と希望についての描き方なんですけども、この実写版宇宙戦艦ヤマトは、絶望の部分を本当にとことん、絶望的に描かれていて、地下都市のを見れば一目瞭然なんですけども、アニメとかだと多少のその廃れ具合というか、地上からのそのガミラスの攻撃の侵食具合が多少描かれてますけども、もう実写版に関してはもう本当に突貫工事で作ったような地下都市で、もうスラム街、ほぼスラム街なんですよね。でそれに加えてですよ、放射能除去装置があるかどうかがわからないっていう点がもう本当に僕はすごいと思って、なんならイスカンダル側は放射能除去装置がありますなんて一言も言ってないんですよね。ただ古代進むが受け取ったカプセルを受け取った場所がたまたま放射能がなかったっていう、それだけの要因を、沖田艦長は そこの要因にかけて14万8000光年の旅に出るっていう、しかも勝てるかどうかわからないっていう、その壮絶さは本当にオリジナルのヤマトを超えてくるなと僕は思ってますね。あとこれも賛否両論あるんですけど、ヤマトが発進した直後に波動砲を撃つんですよね。アニメとか原作だと主砲一斉走射で、超巨大ミサイルを破壊するんですけども、実写版はですね、初っ端から波動砲を撃つわけです。でこれは批判的な意見としては、手法から見せた方が波動砲の威力が伝わるだろうとか、初っ端から波動砲を見せるのは分かってないっていう、そういう意見も、分からなくはないです、正直。はい。でもですね、僕は反対側の意見で、むしろ実写版宇宙戦艦ヤマトに限っては初っ端から波動砲を撃つっていうのは、ありだと思ってます。なぜかと言いますと、実写版宇宙戦艦ヤマトの敵ガミラスはですね、オリジナルのガミラスとは全然違って、戦った経験をで学習して対策を練ってくるんですね、すぐに。で、それは冒頭の冥王星回戦でも真田さんがつぶやいてた通り、沖田艦の砲撃が全くガミラス艦に効かなかったんですね。前の戦闘では効くぐらいの出力だったのにもかかわらず効かなかったって、それぐらいの装甲を対策してきたってことですね。ということはですよ、
初っ端のヤマトの波動砲、まあ、ガミラスにとっては、まあ、想定外の、あの破壊力だったと思うんですけど、この波動砲がイスカンダルに着くまでにどこまで対策されるのかっていう、その焦りとの戦いでもあるんですよね。地球からイスカンダラに向かって、そこから地球に帰ってくるまでに間に合うのか、地球滅亡までに間に合うのかっていうプレッシャーと、地球からイスカンダラに向かう間に邪魔してくるガミラスがどこまでヤマトに対抗してくるかっていうアセリートの戦いでもあって、まあこれを描いた監督はすごいなと僕は思ってます。実際問題、あのヤマトがイスカンダルにたどり、まあ、あれガミラスでもあったんですけど、そこにたどり着いた場所で、激しく攻撃されるシーンはもうほぼ撃沈寸前だったんですよね。だからまあ初っ端に波動砲を撃ってしまったことによってガミラスがかなり強くなってしまった、まあ、あの場面では、まあ、あの波動砲も封じられたわけなんですけども、まあ、普通の手法ではもうもはや耐えられないぐらい あのガミラスの強さがあったってことですよね。という理由があって僕は最初に波動砲を打つのはありだと思います。という感じで、あの物語ストーリーについてはもうほぼほぼ文句はないんですけども、強いてあげるとすれば、まあ、最後の特攻ですね。あれはいらなかったかなと僕は思ってます。というのは、まあ、宇宙戦艦ヤマトっていうシリーズはあのさらばを除いて、まあ、生きて帰るっていうことが一番重要なテーマであって、物語上ですね、古代進むが最後特攻するっていうのはちょっと余計に思えてしまって、まああのまあ、さらばの一番感動するシーンと、まあ、あの一作目の感動するシーンをまあ詰め込んでしまって、ちょっと欲張ってしまった印象が、出てしまいましたね。あの古代進むはあの場面では僕は帰るべきだったと思います。とはいえ、まあ、戦艦ヤマトの意思を継いだ船がもう一度希望のために発信して、はたから見たら特攻に近いやけくそ発信に見えても、それでもヤマトという名前をつけた以上、希望を持って、まあ銀河を離れてイスカンダルへはるばる望むっていう、まあ、の主題歌にもありますけど、そこをですね、まあ、描き通したスペースバトルシップヤマトって言ってね、あのスターブレイザーじゃなくて、あのちゃんとそこだけはヤマトっていう部分だけは変えなかったっていう、まあ、メッセージ性がとても強くてですね、僕は本当に大好きな映画ですね。なのでですね、実写版宇宙戦艦ヤマトは、まあ、ヤマトシリーズの全体のなんかテーマとか基本を結構しっかり押さえて、かつ、まあ、あのちょっと新しいことに挑戦している映画なので、まあ、初心者とかヤマトを知らない人に、ヤマトを知らない人の第一歩となる映画なんじゃないかなと僕は思います。これが以上が、僕が、実写版宇宙戦艦ヤマトに対する、まあ、思いというか語りたいことでしたね。まあ、本当にいろんな意見があると思うんですけども、この映画はですね、まあ、時間が経つにつれて今になって正当な評価ができる映画なんじゃないかなって思ってて、あの公開当初はなんか結構叩かれてたような気がするんですよね、まあ、僕の感覚なんですけど。というのは、まあ、ヤマトのリメイク作品とか、まあ、そんなになくて、まあ、2199とか220にはもちろんなかったですし、まあ、昔のヤマトを必要以上に、まあ、美化してしまうっていう部分も、まあ、多少なりともあったんじゃないかなと思ってて、まあ、あのこんなヤマトは認められないっていう意見を持つ方が多かったんじゃないかなって思ってます。はい。まあ今現在は、まあこんなヤマトがあってもいいんじゃないかっていうね、問いかけるような、リメイク作品も結構何個か出ているようで、改めて実写版ヤマトを見ると、あ、悪くないなとか、あ、こんなに面白かったっけって多分思う方が多いんじゃないかなと僕は思います。特にですね、最後のガミナスに攻撃突入する前の古代進むの演説なんかは、まあ、ヤマトシリーズの中でも本当に屈指の名場面じゃないかなって僕は思いますね。あのシーンは本当に痺れますよね。まあ、あのシーンに、まあ、僕が言ってたあのヤマトっていう名前の意味だったり、絶望と希望の描き方とかいうその描きあのテーマが集約されていて、本当にあそこのシーンは大好きです。はい、ではまたなんか思いついたらいろいろ語っていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。